アブドゥルハリス・ナスティオンは、インドネシアの軍人。二度にわたり、陸軍参謀長に就任。また、指導される民主主義機のスカルの内閣では、国防治安大臣を務めた。1965年の9月30日事件では、暗殺されかけたがその難を逃れ、その後のスカルノからスハルトへの政権以上の過程では、暫定最高国民協議会で議長を務めた。 1918年12月3日、スマトラ島北部のコタのパンに生まれる。父親は農民でサレカットイスラムの活動にも携わっていた。ナスティオンの思い出では子供の頃から読書が趣味だったという。1935年に初等教育を終えた当初は教師としての道を選び、1938年に教員養成学校を卒業した。その後、 ブンクルとパレンバンで教師生活を送ったが、1942年、軍人としてのキャリアに興味を持ち、バンドンにあるオランダ東インド王立陸軍主管学校に入学した。それから間もなく、オランダ領東インドは日本軍に占領されたため、日本軍聖火でナスティオンはバンドンに泊まり、公務員として働いていた。1945年8月17日、 スカルノがインドネシア独立を宣言すると、ナスティオンは発足したばかりの正規軍に参加し、オランダとの独立戦争に身を投じることになった。発足当初の正規軍は人民治安軍と称し、1946年5月、ナスティオンは西ジャワを管区とするシリワギ師団の地方軍司令官に任命された。その経験から、ナスティオンは領域戦の理論を培った。 後にこれは理論的に発展し、インドネシア陸軍の防衛ドクトリンになった。1948年1月、インドネシア政府とオランダ政府は停戦協定に合意した。オランダ側はこの協定成立前にオランダ軍が占領した領域までを現状維持戦として譲らなかったため、インドネシア側はこれを停戦ラインとして承認せざるを得なかった。この協定によって、 シリワン議士団が管轄する西ジャー地方もオランダ領とされたため、ナスティオンは同士団を中部ジャワに移動させることを強じられた。1948年、ナスティオンは TKR の副司令官の地位に昇進した。TKR で最高位にあったのは大衆に人気のあるスディルマン将軍であったが、ナスティオンは副司令官就任によってただ一人大佐の身分でありながら、 軍内ナンバー2の地位に立つことなり、スディルマンを補佐する、この新たな役割での仕事に早速取り掛かった。4月、部隊構成を再編し、6月の司令官会議では、オランダに対して TKR は、デディラ戦で戦うべきというナスティオンの提案が、承認された。1948年9月に、マディウンで起こった事件の経験から、後に、 陸軍トップの地位に立つことになるナスティオンは軍司令官はどうあるべきかについて学んだ。この年は前首相アミル、シャリフディンがインドネシア共産党の議長ムソと提携を深め東部ジャワのマディウンで武装放棄を起こした。事態が暴力的にしか解決されないことは誰の目にも明らかだった。ジョグジャカルタの TKR 司令部にこの知らせが届くと 高級商工の会議が開かれた。スディルマンは、なんとか、インドネシア人同士の暴力を避けようと願い、反乱派との交渉を行いたいと考えた。スディルマンは、スハルト中佐に命じて、共産主義者との取引を交渉させた。その交渉を終えてきたスハルトは、ナスティオンとスディルマンに、すべてが平和的に解決できそうですと報告した。 ナスティオンは、その報告を信用せず、スディルマンが病床に付したため、司令官の代役を務めることになった。ナスティオンは反乱の鎮圧を決意した。共産主義者を排除し、反乱を終結させるべく、主兵のシリワンギ師団の部隊を派遣した。9月30日、マディウンは、シリワンギ師団の部隊によって奪還された。数千のプキ幹部が殺害され、3万6千人が、 投獄された。処刑された者の,の中には、数人の反乱指導者が含まれ、ムゾは10月31日に射殺された。DNID トをはじめとする他の武器指導者らは、中国に逃れた。1948年12月19日、オランダ軍は、インドネシア共和国領内に侵攻し、共和国林樹種とジョグジャカルタを攻撃、これを占拠した。ナスティオンは、 他の司令官と共に部隊を郊外に撤退させ、ゲリラ戦に臨んだ。大統領スカルノと副大統領モハマード・ハッタがオランダ軍に捕らえられたため、西スマトラの武器ンギにインドネシア共和国非常事態内閣が設立された。この暫定政府のもとで、ナスティオンは陸軍司令官及び、ジャワ・カンク司令官の地位を与えられた。 すべての見通しが悪かった1948年だったが、1949年は、インドネシアにとって、風向きが良くなった。スルタン・ハメンクブーの旧制の3月1日、日大構成宣言は、インドネシアの全兵士に徹底抗戦を呼びかけるとともに、国際連合に働きかけて、オランダが、インドネシアの独立を認める、要国際世論の圧力をかけた。 オランダは6月に戦闘を中止し、12月には停戦となった。ついにオランダはインドネシアの独立を認めた。武器転義の非常事態内閣は権限をスカルノハッタに戻し、ナスティオンはスディルマンの副司令官の地位に戻った。1950年、ナスティオンは陸軍参謀長に就任した。そして新たに発足した国軍の司令官として、 スディルマンに代わり、シマトゥパンが任命された。1952年、ラスティオンとシマトゥパンは国軍の合理化と再編に取り掛かった。二人は独立戦争時に膨れ上がった組織と人員を整理することで、より小さくとも近代的でプロフェッショナルな軍隊に作り変えることを意図していた。しかし、すぐに党派的な利害が絡んできた。 オランダ植民地政府時代に訓練を受けたナスティオンとシマトパンは同様にオランダ植民地軍で訓練された将兵を再編、統合する一方で日本軍に訓練された軍人を解雇しようと考えていた。これに反対の声を上げたのはバンバン、スペノが率いる日本軍政時代に訓練を受けた部隊である。軍の再編合理化案を実行するにあたって ナスティオンとシマトゥパンが頼りにしていたのは、ウィロポ首相と国防省、ハメンクブルの旧姓だったが、スペノは国会の野党陣営内に支持者を得た。当時の国会議員たちは、話題の国軍合理化に不同意を口にし始めた。ナスティオンとシマトゥパンは、文民による軍事問題への口出しを嫌った。1952年10月17日、ナスティオンとシマトゥパンは、 参加の部隊を動員して G 行動に出た。文民が軍事部門に溶解することに抗議して、部隊に大統領宮殿を包囲させ、戦車の方針をその建物に向けた。ナスティオンとシマクパンは民衆のデモを動員して国会解散をスカルノに要求した。宮殿から出てきたスカルノは、その名高い弁舌の才能みを持って、兵士と民衆を説得し、基とにつかせることに成功した。 破れたのは、ナスティオンとシマトゥパンだった。ナスティオンとシマトゥパンは、その後、司法長官スプラプトに尋問を受け、1952年12月、両者共に国軍内での地位を失い、公職から追放された。ナスティオンは、陸軍参謀長を解任されていた時期に、ゲディラ戦予定と呼ばれる本を書いた。この本は、ナスティオン自身の独立戦争時代の経験、 ゲリラ戦の戦法、組織論に基づいて書かれている。初版は1953年の出版だが、同じテーマで書かれた、毛沢東の諸著作とともに、ゲリラ戦について最もよく研究される一冊となった。公職追放から3年後、1955年10月27日、ナスティオンは再び陸軍参謀長に任命された。直ちに、 ナスティオンは陸軍と軍構造についての仕事に取り掛かり、その手段として三重のアプローチを取った。第一のアプローチは勤務機関システムを作り上げることである。これによって士官は平時から国家の隅々にまで常駐し、その派遣先での経験を積み重ねることができるようになった。このアプローチによって陸軍士官は自分の出身地である州、地方に 個人的感情、忠誠心を示すのではなく、よりプロフェッショナルな存在へと様変わりした。第二のアプローチは、軍の訓練システムを一元化することである。それまで、地方司令官が独自のメソッドで部隊を訓練していたのを改め、すべての訓練メソッドが統一化された。最も重要なのは、第三のアプローチである。それは、 陸軍の影響力と権力を増大させるために、文民の決定に頼ることなく、自前で自らの組織を維持することであった。ナスティオンは前二者の方法の実施には問題ないとしたが、三番目の方法には慎重だった。1945年11月以来インドネシアが採用してきた議会制民主主義に幻滅していた大統領スカルノは、1957年になると、 その解決策として指導される民主主義の概念を演説のレトリックの中に取り入れ始めた。スカルノは議会制民主主義への厳密を共有するという点では、1952年に軍民が軍に介入したことを忘れていなかったナスティオン、陸軍とも名役を結ぶことができた。1957年3月14日、 アリサストロ・アミジョヨ内閣が総辞職すると、スカルノは国家非常事態宣言を発した。こうした流れは、1950年憲法に制約され、形式上の役割しか与えられていなかった、スカルノ大統領の存在感を高め、ナスティオンが求めていた陸軍の影響力と権限を増大させることにもつながった。こうした権力の再配置の中で、地方軍管区司令官は、 文民の所管事項である経済、行政部門にも介入することが可能となった。スカルノ自身の命により、軍人が閣僚、州知事、国会議員の地位を得て、政治に浸透できるようになった。1957年12月、さらにナスティオンは軍に命じて、スカルノによって国有化宣言されたオランダ系の会社を接収させた。これは陸軍の役割を、 ますます増大させるとともに、手強いインドネシア共産党の影響力拡大を阻止する狙いもあった。1958年、ナスティオンは後に、スハルト大正期の国軍が採用する二重機能ドクトリンの基礎となる有名な演説を行った。新しく中部ジャワのマグランに設立された士官学校における演説で、ナスティオンは国家と向き合うにあたって国軍は、 中道路線を取るべきであると言明した。ナスティオンによると、国軍は文民の統制下に置かれるべきではなく、同時に軍事政権として国家を支配下に置くべきではないと語った。1956年ぐれ、スマトラの地域軍管区司令官から、州政府にさらなる自治権を与えよと要求する声が上がった。この要求は、 中央政府によって受け入れられなかったので、地方で反乱が発生し、1957年初頭には反乱軍は実力でスマトラを支配下に置いた。1958年2月15日、アフマドフセイ中佐はインドネシア共和国革命政府の樹立を宣言した。こうした動きに対して中央政府は鎮圧部隊を派遣した。陸軍参謀長として、 ナスティオンはスマトラへの舞台派遣に関与したが反乱鎮圧に成功し有名を轟かせたのは彼の第二副官アフマットヤニ大佐であった大統領令を読み上げるスカルノの話を聞くナスティオン1959年7月5日スカルノは1945年憲法への復帰を宣言する大統領令を発した議会制民主主義を捨てスカルノは 国家元首であることに加えて政府の長にもなった。ナスティオンは現職の陸軍参謀長の地位を維持したままスカルの内閣の国防治安大臣に任命された。1956年以降、ナスティオンは陸軍内の汚職を根絶しようと努力してきた。1945年憲法への復帰によって彼はこの問題に取り組む決意を新たにした。彼によれば軍は 社会の人々に手本を示すべきであった。スカルノの7月5日大統領令からほどなくして、ナスティオンは、スンコノ順将を派遣して、第4地域軍管区と、その司令官、スハルト大佐の取引帳簿を調査させた。スンコノの,の調査が明らかにしたのは次のようなことだった。スハルトは、地方司令官在職中に、地域住民を扶助するための財団を設立した。しかし、 これらの財団は、生産業者やサービス業に対する課税によって得られた資金によって設立されたものだった。スファルトは、非合法のバーター貿易にも関与していた。密かに砂糖を輸出し、太陽国から米を輸入していたのである。ナスティオンはスファルトを処罰し、実際に彼を陸軍から追放しようと考えていた。しかし、陸軍参謀副長。 ガトット・スブロトが仲裁に入った。ガトット・スブロトは、リポヌ・ゴロ師団の司令官時代から、スハルトの才能を気にかけていたので、スハルトを庇護してきた。ガトットは、スハルトの才能はさらに伸びるから、彼を追放しないようにと、ナスティオンに頼んだ。ナスティオンは、ガトットの頼みを聞き入れ、スハルトを現職から更迭し、陸軍式幕僚学校に送る。 という決定を下した。独立戦争当時からスカルノは西イリアンをインドネシア領と考えていた。しかし、オランダはインドネシアの独立を容認してからも西イリアンでの植民地支配を継続していた。スカルノは国連やバンドゥン会議の場で西イリアンはインドネシア領であると諦めずに訴え続けた。バンドゥン会議参加国は インドネシアの主張を支持することを約束したが、オランダは断固として、西イリアンに居座り続けた。1960年にはスカルノは痺れを切らし、7月になると彼は、ナスティオンを含む国軍トップと協議し、その場で、西イリアン問題解決のためにオランダと対決することを合意した。そのキャンペーンを展開するための準備の一環として、ナスティオンは、 1960年11月にセスコドの家庭を終了したスハルトに目をつけた。順序に昇進したスハルトに対して、ナスティオンはいつでも作戦に投入可能で、常に待機、準備している戦略軍の設立を命じた。スハルトはこの機動部隊担当に配置され、1961年3月、陸軍総合予備軍が設立され、スハルトがその初代司令官に任命された。 陸軍総合予備軍は1963年に名称を変え陸軍戦略予備軍となる。1962年初めナスティオンとヤニは、いわゆる西イリアン解放作戦のすべてを取り仕切る司令官となり、現地の東インドネシアには野戦指揮官としてスハルトを常駐させた。その頃のスカルノは陸軍に代わりインドネシア共産党を政治的同盟者として、 頼りにし始めていた。冷戦時代の中でインドネシアは非同盟路線に立つべきとスカルノは考えていたが、プリー反乱軍がアメリカの支援を得ていたことが暴露され、スカルノは反アメリカのスタンスを取るようになった。こうしてスカルノは、プキを同盟者とみなし、プキの方でもスカルノと同盟することによってのみ、インドネシア政治で影響力を拡大し、 政治的に弾みをつけることができると考えた。1962年4月、スカルノは新内閣を組閣すると、そこに国務大臣として、プーキ議長、アイビットと副議長に音を加え、プキとの密月ぶりを伺わせた。ナスティオンは、プキの影響がスカルノに及ぶのを警戒しており、一方のスカルノは、ナスティオンのプキ嫌いをよく知っていた。1962年6月、 スカルノはナスティオンの権限を弱めるため国軍の再編を行った。陸軍の隠し団長は参謀長から司令官に格上げされることになった。これによって例えば陸軍参謀長は陸軍司令官になった。陸軍の隠し団長は司令官としてさらなる権限を与えられ国軍最高司令官のスカルノに対してのみ責任を持つことになった。 ナスティオンは新たに設けられた国軍参謀長の地位につけられた。これは国軍の最高司令官であるスカルノを補佐するだけの地位に過ぎず陸軍司令官の地位についたのはヤニだった。これによってスカルノはナスティオンの力をそいだ。国軍参謀長としてのナスティオンは部隊運用にあたっては何の権限も与えられず、ただ軍政面での責任を負うに過ぎなくなった。 権限のない感触に追いやられたナスティオンは武器の勢いを止めるために別の方法を考え始めた。1963年5月、うってつけの機会となったのは暫定最高国民協議会の総会だった。その総会期間中にナスティオンはスカルノのインドネシア国民党と共に陸軍出身の議員にスカルノを終身大統領に指名する案を提出させた。 ナスティオンの頭の中では、スカルノが終身大統領に指名されれば、選挙の実施はなくなるだろう。そして選挙が行われなければ、プキは、いかに統制が盛んになろうとも、権力を握ることはなくなるだろう。という合理的判断が働いていた。その提案は採択され、スカルノは終身大統領に就任した。ナスティオンはヤニに対する敵意を膨らませ始めた。ナスティオンもヤニも、 反共主義者だった。しかしスカルノに対する姿勢が違っていた。ナスティオンはスカルノが武器の後ろ盾となり、これを支持していることに批判的だった。一方のヤニはスカルノの忠実な僕として柔軟な姿勢をとっていた。ナスティオンはこうしたヤニの姿勢を批判し、二人の軍交換は共に歩むことができなくなった。さらに、両者の関係を悪化させたのは、 ヤニがナスティオン派の地域軍管区司令官をことごとく更迭し、ヤニ派の軍人たちをその公認にしたことだった。1965年1月13日、ナスティオン派とヤニ派を代表する軍港官たちが会合を開いた。二人の不和を修復するための話し合いだった。ヤニにスカルノとの距離を取らせるという会議の目論みは不成功に終わった。しかし、 召喚が昨今の政治的情勢と政治における軍の役割について話し合うセミナーを開くことが合意された。その年には興味をそそられる文書が暴露された。ギルクライスと文書と称されるその文書は現地の陸軍内にいる我らの友人について語っており、そのことからすぐさま陸軍が政権転覆を目論んでいるとの疑念が投げかけられた。 スカルノから質問されたヤニは即座にこれを否定した。武器は将軍会議がスカルノ排除を計画しているとの中小キャンペーンを始めた。その将軍会議のメンバーの一員であるとして陸軍内で最高位にあるナスティオンとヤニの名前が上がっていた。1965年10月1日、負傷した足の手当てを受けながら状況について論じ合うナスティオン。 陸軍戦略予備軍司令部にて、1965年10月1日早朝、9月30日運動、と自称する部隊が、ナスティオンを含む7人の反共派将軍を拉致する、動きに出た。その日の朝、ナスティオンの妻は、家のドアがこじ開けられる音を聞いた。何事かと不審に思って、ナスティオン夫人はベッドから出て、調べようとした。寝室のドアが開くと、 一人の兵士が銃を発砲しようと構えたのを見た。すぐにドアを閉めてナスティオンに逃げるよう言った。自分でも確認しようとしたナスティオンがドアを開けると兵士が発砲した。かろうじて銃弾から逃れたナスティオンはドアを閉め、妻に押し出されるようにして寝室の窓から逃れた。ナスティオンはたまたま隣人だったイラク大使宅に逃げ込み、その庭の中に隠れた。ナスティオン宅では 9月30日運動側の部隊がナスティオン本人をくまなく探し始めたので家中がパニックになった。混乱が続く中でナスティオンの娘と妹が撃たれた。妹の方は後に回復したが娘のアデスリアには致命傷を受けた。結局兵たちはナスティオンの副官であるピエール・テンデアン中尉を拘束して去っていった。テンデアンは暗闇の中で ナスティオンに間違えられ、拉致されたのである。ナスティオンは、隣人宅の庭に隠れ続け、午前6時、負傷した足首を引きずりながら、自宅に戻った。ナスティオンは副官たちに、国防治安省に自分を連れて行くように命じた。そちらの方が自宅より安全だと考えた。車中では床にうずくまっていた。ナスティオンは、コストラット本部にいるスハルトに伝言を送り、 自分が生きていて安全であることを伝えた。スファルトが陸軍の指揮を取っていることを知って、ナスティオンは大統領の居場所を確認するようにとスファルトに命令を出した。同時に海軍司令官マルタディナタ、海兵隊司令官ハルトの警察長官スシプトユドディハルジョにも連絡を取り、首都ジャカルタへ通じるすべての道路を封鎖し、首都の安全を確保するよう命令を出した。 同様の命令が空軍に出されなかったのは空軍司令官を回る谷が9月30日運動の同調者と見られていたためだった。スハルトはすぐにこれらの命令を彼の首都治安作戦計画に取り入れた。午後2時ごろ、9月30日運動側が革命評議会の設立を発表するとナスティオンは別の命令をスハルト、マルタディナタ、ユドディハルジョに下した。 その命令の中で、ナスティオンはスカルノが誘拐され、9月30日運動本部のあるハリム空軍基地に連れて行かれたに違いない、と語っている。そこでナスティオンは国軍に対し、大統領救出、ジャカルタの治安確保を命じ、そして、スハルトに、作戦の全指揮権を与えた。作戦実行に、スハルトが取り掛かり始めた頃、ハリム空軍基地にいるスカルノからメッセージが届いた。 スカルノは、プラノトレクソサムドラ少将を陸軍司令官に任命することを決心し、プラノトにハリム空軍基地まで出頭するよう求めた。スハルトは、プラノトに、スカルノの元に行くことを許さなかったが、彼はまた、スカルノがプラノトの呼び出しを決して諦めないであろうと、先を読んでいた。そこでスハルトは、交渉力を強化するため、ナスティオンに、コストラット本部に来てくれるよう頼んだ。 ナスティオンが午後6時頃にコストラット本部に到着したちょうどその頃に、スハルトは9月30日運動からジャカルタの治安を守るためにサルー・エディウィボー式の部隊を派遣するところだった。そこでナスティオンはやっと負傷した足首の応急処置を受けた。ジャカルタの安全が一旦確保されると、マルタディナタがコストラット本部にやってきて、プラノトを 陸軍司令官に任命するという大統領令のコピーを見せた。これを見てスハルトはマルタィナタとナスティオンを一室に招き入れ状況について話し合った。ナスティオンはスカルノがどのようにしてプラノトを指名したのかをマルタィナタに尋ねた。マルタィナタが答えたのは午後、ハリム空軍基地で自分とユドディハルジョ、ダニがスカルノと協議し、ヤニなき今、誰が 陸軍司令官になるべきかを話し合った。そこでプラノトを陸軍司令官にすると決定されたのだという。これを聞いて、ナスティオンはスカルノの任命は受け入れられない。その任命の知らせはスハルトが作戦を開始した時に届いたからだと言った。さらにナスティオンはプラノトをハリム空軍基地に出頭させなかったスハルトの決定を指示すると付け加えた。それから、 ナスティオンとスハルトは、プラノ島を招き入れ、スハルトが、クーデタ鎮圧を終えるまで、陸軍司令官の任命を受けないように説得した。サルウェディの部隊によって、ジャカルタの治安が回復されるのに時間はかからなかった。次にスハルトは、ハリム空軍基地に目を向け、空軍基地への攻撃準備に取り掛かった。スハルトを支援するためにナスティオンは、海軍、警察軍にも、 スファルトの鎮圧作戦を支援するよう命じた。空軍に対してもナスティオンは命令を出し、彼らが何の命令に従わなくても命令不服従の罪で訴追されることはないと呼びかけた。公式には10月2日午前2時、ハリム空軍基地は奪還され、9月30日運動は鎮圧された。スファルトは10月1日の時点で時の人となっていたが、この時点では、 多くの陸軍将校がナスティオンのリーダーシップを頼りにしており、この状況にさらなる決断力を持って対処することを彼に期待していた。しかしナスティオンは決断が鈍いと見られた。ナスティオンへの指示は確実に彼の元から去っていった。彼の覇気が失われたように感じられたのは10月6日に亡くなったマナ娘、アデイルマを傷んでいたからであろう。 9月30日事件後の数週間は、ナスティオンは、スカルノと交渉を続けて、スハルトを陸軍司令官に任命させようとした。スカルノは10月1日以降もプラノトを陸軍司令官に従っていた。そして、スハルトについては、治安秩序会副作戦司令部司令官に留め置けば、良いと考えていた。しかしナスティオンの粘り強い働きかけにより、スカルノはついに折れ、 1965年10月14日、スハルトを陸軍司令官に任命した。最高の機会が、ナスティオンに訪れたのは1965年12月、先の見通せないこの時期に、スカルノを補佐する副大統領の地位に、彼をつけるという話が上がった時だった。しかし、ナスティオンはこの機会に乗らず、何の動きも見せなかった。政治的な勢いを得たスハルトは主導権を握って、 1966年初頭空席となっている副大統領職を無理して埋める必要はないとの声明を出した。1966年2月24日、ナスティオンは内閣改造とともに国防治安大臣の地位を失った。また国軍参謀長の地位は廃止された。この段階になるとナスティオンが何事かを成してくれるだろうとの期待は消え去り陸軍将校や 学生運動はスハルトのもとに結集した。それでもナスティオンは敬意を集める人物としてあり続け、多くの陸軍将校たちが3月11日命令が下るまでの日々、ナスティオンのもとを訪れた。スハルトもスーパースマルが届くのを待つために、コストラット本部に向かおうとした時、ナスティオンに電話をかけ、彼に祝福してくれるよう頼んだほどである。不在のナスティオンに代わり、 夫人が祝福を与えた。スハルトがスーパースマルを受けた後のナスティオンは政治的嗅覚を取り戻したようである。スーパースマルがスハルトに非常事態の権限を与えるだけでなく、それを超える権力も与えることになると最初に気づいたのはおそらくナスティオンである。1966年3月12日、スハルトが武器を禁止にした後、 ナスティオンはスハルトに非常事態内閣を作るように、示唆した。新たな権力を手に入れた自分に、何ができて何ができないのか逡巡していたスハルトは、内閣を組閣するのは、大統領の職務であると答えた。ナスティオンはスハルトを励まし、全力で支援すると約束したが、スハルトは答えず、ぶっきらぼうに会話が終了した。大統領代理に指名されたスハルトを祝福する。 ナスティオン新たな権力を手にしたスハルトは共産主義者の影響を受けていると考えた政府関係者のパージを開始した。1966年3月18日に15人の閣僚が逮捕され、スハルトは暫定最高国民協議会でも共産主義者の審判と思われる議員を失職させ、陸軍に同調的なものを公認にした。このパージによってハエルルされが 議長職を失ったので空席となった議長職に誰かを任命する必要が出てきた。ナスティオンは圧倒的人気があったので MPRS のすべての会派が彼を議長に押した。すぐにはナスティオンは承諾せずスハルトがこの人事を支持するのを待ってからその指名を受け入れた。6月20日 MPRS 総会が開幕した。ナスティオンは 議事の中でもスーパースマルを第一の議題にと考えていた。議事堂に入る時には、その命令書の現物を携えていた。翌6月21日、MPRS はスーパースマルを採択し、スカルノがそれを取り下げるのは違法であると結論付けた。6月22日、スカルノは議事堂で旧原則と題する演説を行った。ナスティオンをはじめ議員たちは、 スカルノの口から9月30日運動についての説明が聞けるものと期待していたが失望させられた。9月30日運動については何も言及されず、その代わりにスカルノが説明したのは自分が終身大統領に任命されたこと、自分の大統領としての職務に基づく計画、そしていかに憲法が実効的に機能しているかということだった。MPRS は この演説の採択を拒絶した。それからの2週間、ナスティオンは MPRS 総会の切り盛りで多忙を極めた。議長として彼が議事進行を進める中で、MPRS はマルクスレーニン主義の禁止、スカルノの終身大統領指名の取り消し、1968年7月までに国会議員選挙を取り行うことが決定された。MPRS 総会はまた、 スファルトに新内閣を組閣するよう正式に命じ、スファルトの権力を強化した。また、大統領が職務を異常することができない場合には、副大統領ではなく、スーパースマル保持者に職務権限を異常する、という憲法修正案が可決された。1966年は、時が過ぎるにつれて、スカルノの権勢が目に見えて衰え、人気にも陰りが目立った。 政治的勝利が近づいていることを知ったスハルトは、上品なジャワ人らしい役割を演じ、スカルノを元気づける声をかけ、スカルノを非難する声からかばうことすらしてみせた。ナスティオンをはじめとする他の将軍たちはそれほど慈悲深くなく、年の暮れが近づくにつれて、ナスティオンはスカルノがインドネシアに招いた第三次について責任を負うべきであると主張した。ナスティオンはさらに、 スカルノを法廷に引きずり出すべきだと要求した。1967年1月10日、再び MPRS が召集され、スカルノは報告書を提出した。それは9月30日事件について、最後の弁明の機会として期待されるものだった。旧原則ホイと題されたその報告でスカルノは、9月30日運動を10月1日運動と呼ぶべきだと語り、事件については、 不器が10月1日早朝に大きな誤りを犯したが、それだけが原因ではなく、狡猾な新植民地主義者たちによって招かれたもので、ある、と主張していた。ナスティオンに向けても巧みな一撃が放たれており、スカルノは、自分が9月30日運動のことで攻めを受けるならば、その時の国防治安大臣も9月30日運動を見過ごし、発生前に、 阻止できなかったことに責めを負うべきであると付け加えていた。その報告はまたしても MPRS に拒絶された。1967年2月には国会は MPRS の特別審議を3月に開催し、スカルノに変えてスハルトを大統領に任命するよう求めた。スカルノは自らの信念に従って身を引こうとしていたらしく、 1967年2月22日、政府の日常業務を公的にスハルトに託し、必要な時だけ自分に報告することをスハルトに求めた。そしてついに、1967年3月12日、MPRS は公式にスカルノの失職を認めた。ナスティオンはスハルトに大統領代行就任を宣誓させた。 一年後の1968年3月27日、ナスティオンはスハルトの大統領選出のための議会を主催し、スハルトは正式にインドネシア共和国第二回大,大統領に就任した。ナスティオンの力添いによって大統領の地位にまで上り詰めたにもかかわらず、スハルトはナスティオンを政治的ライバルとみなし、彼を追い落とそうと格索し始めた。 1969年、ナスティオンはセスコドと陸軍学校での演説を禁じられた。1971年、ナスティオンは55歳の定年まであと2年を残した53歳で突然軍籍を剥奪された。1972年には MPRS の議長職も失った。1971年の国会選挙で選出された新議員が MPRS の構成議員となり、その審議長にイダム・ハリドが指名されたからである。このような劇的な転落のため、ナスティオンは政治のルンペンというあだ名をつけられた。権力の座から滑り落ちると、ナスティオンは新体制に対する政治的反対者としての立場を強めていった。1970年代末には、スハルト政権は民衆寄りの姿勢を改め、 権威主義的になった。そして腐敗した。この時期になると多くの者が大ピラに新体制を批判する声を上げるようになった。1977年に総選挙が実施された後にはスハルトを支持するゴルカル等による不正選挙があったとの声が上がった。ナスティオンは新体制内のリーダーシップは危機的であると語った。1978年7月には元 副大統領、モハマート・ハッタと共に憲法意識研究協会を立ち上げた。スハルト政権はすぐに対処し、1979年1月に予定されていた遊区部の第1回会合の開催を許さなかった。ナスティオンと遊区部は諦めなかった。1979年8月には国会議員も含めて何とか会合を開くことにこぎつけた。おそらく、 この会合に国軍メンバーも参加していたことは明らかである。この会合でナスティオンは新体制がパンチャシラと1945年憲法を十分に履行していないと批判した。スハルトはそうした批判を受け付けなかった。1980年3月27日の国軍会議で演説を行ったスハルトは国軍選出議員は国会内の議席を支守し、 パンチャシラと1945年憲法を支持するゴルカルのような勢力と連携すべしと語った。1980年4月16日、陸軍特殊部隊設立記念日に際しての演説でも、これと同じようなことを語っている。その中でスハルトは、汚職の指摘に対しては否定し、必要があれば、最高国民協議会で憲法改正に必要な3分の2の多数派議席を、 確保することが妨げられるというのならば、MPR 議員を誘拐することも厭わない、と語った。ナスティオンは、体制に異議を申し立てる人々は、大きな声明を発するべきであると決意した。スハルト体制に不満を抱く、国軍関係者を呼び寄せ、元首相モハマッド・ナシールとブルハヌディン・ハラハップ、非常事態内各自の首相シャフルディン・プラウィラヌガラも、これに参加した。 政府に異議を唱える多くの著名人と共に、彼らは一枚の請願書に署名した。これは後に、署名者が50人に上ったことから、50人請願として有名になるものである。請願書は1980年5月5日に署名され、5月13日に国会に送付された。スハルト政権に対しては、スハルト個人の目的追求のために、 パンチャシラを曲解するのを止めるようにと要求し、そして国軍に対しては、ゴルカル支持をやめ、政治に中立的になるよう求めていた。国会では、特に開発統一党とインドネシア民主党の議員たちが、この請願書を深刻に受け止め、その論点に応えるようにスハルトに迫った。スハルトは1980年3月27日、4月16日の演説で、 これに答えているから十分だと返答した。付け加えてスファルトは、もし、何らかの問題があるのなら、国会は、国政調査権を持ち出せばよいと答えた。すると、野党議員たちは沈黙した。国会で、国政調査権を持ち出しても、多数派のゴルカルによって拒否されてしまうことを、知っていたからである。ナスティオンたち署名者に対して、スファルトは移動制限。 小取引の禁止措置を取り、これによって署名者たちは生活するのも苦しくなった。1990年代の初め、スハルトは政治的解放政策に舵を切り、50人生顔の署名者に対する禁圧処置も緩められた。1993年6月、ナスティオンが病気で入院した時、陸軍将校たちが見舞いに訪れた。それから、ナスティオンは科学技術大臣、 ユスフ・ハビビの訪問を受けた。ハビビはナスティオンや他の署名者たちを自身が管轄する造船所や航空機工場に招いた。そしてまた政府は50人署名者たちの移動制限はあるがこれはナスティオンには適用されないと言い始めた。その他の署名者たちはともかくナスティオンは政府批判をやめ意見の違いという言い方を好むようになった。そしてついに 1993年7月、スハルトは大統領宮殿にナステオンを招き、会談を行った。二人の会談は、独立記念日後の1993年8月18日にも、開かれた。政治的な話題には何も触れなかったが、両者が違いを超えて和解したがっていることは、明らかだった。1995年のインタビューで、 ナスティオンはインドネシアが和解の過程を歩むよう促していることから彼がスハルトのリーダーシップに従うことを受け入れたのだとも言える。1997年10月5日国軍記念日に際してナスティオンは大将軍に進級した。これはインドネシア陸軍の階級格付け制度では最高の位で他の国でいう減衰に相当する。ナスティオンはスティルマン スハルトに続き三人目の、そして今のところ最後の対象群である。ナスティオンは2000年9月5日、死去した。発作に襲われ、昏睡状態に陥った後のことだった。妻は、ヨハンナスナルティ。子供は、娘が二人。ありがとうございます。